ビニャーレス渓谷は、キューバにある、カルスト地形の窪地である。渓谷の面積は、132平方キロメートルで、ピナールデルリオ州、ビニャーレス市の真北にあたるオルガノス山脈に位置している。渓谷の麓では、伝統的な農法によってタバコなどが栽培されており、その高地が、独特の景観を提示している。渓谷周辺の斜面には、いくつものホラー穴がある。また、 谷底から島のように喫立する断崖は、模合手と呼ばれている。ビニャーレスは、ハイキングや、ロッククライミングで人気のある一大観光地となっている。この渓谷には、植物も動物も多くの固有種が見られる。植物賞について言えば、それは、ガウシア・プリンケプス、イークマナイオンス・アクティナフィラ、ミクロキカスカルコマなどであり、他方で、動物について言えば、 ハチドリの一種、プリオテルステムヌルス、キューバコビトドリ、ミュアデステスエリサベト、ティアラスカヌラなどである。1999年にビニャーレス渓谷はユネスコの世界遺産に登録された。自然美と土着の建築や伝統が見事に融合した文化的景観として評価されたことがその理由である。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、 登録された、ありがとうございます。